皆さんこんにちは、松永製作所です。今回は昔からある標準型の車椅子と最近増えてきた長く座っていても疲れにくい車椅子の違いについてお伝えしていきたいと思います。今回はこちらに昔からある標準型の車椅子と最近増えてきた長く座っても疲れにくい車椅子を用意しました。もう見ていただいて分かる通り、こうデザインというのはですね、大きく変わってきているんですが、今回お伝えしたいのはそこではございません。今回お伝えしたいのは車椅子に求められる要素が違ってきていることで車椅子自体が変わってきているよと、そういったことをお伝えしていきたいと思っております。まず今までの標準型の車椅子に求められてきたもの、それはいわゆる車です。どういうことかというと、いわゆるこう人を乗せて運搬するという台車のイメージで、車の要素っていうのが非常に強かったんじゃないかと思います。でそれゆえ例えば外に持ち出す際に、こう車に乗せることからですね、軽い車椅子だったりとか、また、台車として長く使うよというところで、強度を求める、頑丈な車椅子、そんなものが求められる機会が多かったんです。しかし、今使われているご利用者さんの状況をよくよく皆さん考えてみてきてください。そうすると、結構こうデイサービスを使われる方って増えてきてるんじゃないかなと思います。こういったデイサービスをご利用される、利用者さんの生活を見てみるとですね、家にデイサービスの、送迎車を迎えに来て、スロープで後ろからこう車椅子乗せてですね、利用者さんも乗せた状態で、でデイサービス行ったら、食事取ったりとか、当然、車椅子上で、座ってこうテレビを見たりとか、またはレクリエーションやったりとかで、それを1日やって夕方帰ってくるみたいな方って、多いんじゃないかなと思います。でよくよくこれを行動を見てみるとですね、ずっと車椅子に座ってるんですね。だいたい聞くところによると6、7時間座ってるとも聞いたこともございます。でこれ仮に自分たちが、この利用者さんの気持ちになってですね、実際に6、7時間車椅子上、椅子の上で座って生活するって考えるとですね、とんでもないことだと思いませんか。で私たち自身というのはですね、車椅子上で、椅子の上でですね生活していても、例えばこう足を組み替えたりとか、あとはこうちょっとこう姿勢を変えてみたりとか、そういったことをしてるんですけども、こういう利用者さん、車椅子を使っている利用者さんはですね、そういった方ができない方が、車椅子を使われているわけです。というなるとやはり 6,7 時間同じ時間で座っているとなるとですね、非常に辛いんですね。でやはりお尻が痛くなる、そんなこともあるんじゃないかと思っております。となると今の時代に求められている車椅子に、求められる要素としてはですね、車ではなくて椅子なんですね。で、そこでやっぱり椅子として、何がいいかというとですね、やっぱり長時間座っててリラックスして座れる、または、座っていても何かしらこう作業ができる、そんな車椅子が求められるんじゃないかなと思っております。でそこでおすすめしたいのがこちらの今最近のグレイスコアというものになります。こちらの車椅子は長時間座っていても疲れにくいように、背もたれ高さが高く、また背張り調整でこうフィットすることでですね、より、長時間座っていら座りやすいよとなったりとか、また、こう背もたれが高いのにしっかり肩が動かせることでですね、車椅子上でも何かしらこう食事だったりレクリエーションができるよと、そんなことがしやすい車椅子となっております。今回、この昔の標準型の車椅子と、最近出てきた車椅子の違いについてお伝えさせていただいたんですけども、こちらの動画を参考にしてですね、今求められる車椅子の要素ってこうなんだっていうのを知っていただいて、より、その今の環境に、フィットするような車椅子を選ぶ参考にしていただければと思っております。ぜひぜひ、その他の動画も上がっておりますので、そちらもご覧いただければと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。